はい、黄金世代の鼓動でございます。今日なんですけれども、ちょっとこれからフレもやる予定だったんですが、ベイさんがなんか募集して入ったら入れちゃったので、合わせてやらせていただければなと思います。昨日に続いて力2本パでいきたいなと。なんかそうなんですよ、この後ね、ちょっと昨日のゲリラというか自分の方で募集させていただいた後、もう一回やりませんかというのが来たんですけど、その後ちょっと時間ダメだったのでこの後やるんですけど、その前にちょっとねベイさんたまたま募集来たんで入っていきたいなと思います。行こう。島津が抜けるかですね。久しぶり、何ヶ月ぶりくらいだろう対戦するの。どうなんだろうな、島津ですよね。なるほど、行こう。胸を借りて行きたいなと思います。さあ向こうボール、どうぞ。負けないぞ、行くぞ。出てんだね、ここ出ちゃうんですよね。中央エリアサイドに置くとタクシーが24,000いけないんで、中入られると怖いですね。あー、ここ弾きたくなかった。翼か、ラインで取れないから、取れるっしょ、が取れない。オフだし、あー、何オフってるの、三崎かな、三崎99で来るかな。あ、三崎か、三崎だよね。三崎か翼と予想します。三崎だな、多分三崎でゴールデンで99かな。よし、ここを通す、行けドライブ。いや、赤井くん昨日ちょっとね、あのクッカさんとの試合でデイバーンがなかったんだけど、赤井くんを越されていくと思うので、ここだ、赤井くん来た。あー、よし、来い、行くぞ。ゴールデンだよね、ちょっと無理だ、無理だわこれはちょっと無理だったな。行くぜ、いいんだよね、このね技。この間ノラって言うんですか、普通の状態で入っていくやつで入ってったら、三崎たけし、三崎たけし、三崎たけし誰だっけな、また昨日と同じ状況だ、きついな。三崎たけし翼のゴール、あのワンツーが99の人と当たってすごい強かった。うん、多分ね、通りだと思うんですよ。無理なんですよ、まあまあささみで。え、打ってきた、怪獣シュートだ。そっか、ベイさんのアジアリンクもらわないから、昨日22,000の止めれたんで、ここだ。今日はと2万だったら止めたいな。よし、来い。22,000と25,915,525、入ってもしょうがないな。こう止めた、弾くな、弾くな、止めろ、止めろ、ナイス、やったんだけど、しょ、エリア内入らん。あ、三崎越えないかな、翼だったらいけるっしょ。で、ここで、まあ、ここまででワンセットんで、はい、あー、なるほどね。ちょっと引っ張るか、じゃあこの辺で引っ張って、引っ張って外に出よう。あの新田じゃ入らないんで、でこれで引っ張って、あっ、これやばいパターン。うわあ、普通に青いにしとけばよかった。それ取れるっしょ、ワンチャンエリア内だから。これ勝負。ただな、決死なんだよな。うん、ゼロ距離銀どう。ここがね、抜けないと厳しい。あー、全力ついた、行くぜ、入んないよ、ほんとに。
大根、つばすて、これ自動で通して、いただきます。で、ミケラグ、もう一回行こう。で、あ、なんで、あ、なんでピタッと押したのに、あ、もう出箱か。はい、前半こんな感じ。しまず抜けねー。どうしようかな、うん、いや、ちょっとヒューガーいるんで石崎、今日延長になったら飛んでいくか。悩むな、どうしようかな。まあこのまま行こうか。じゃあ赤井くん、あー、そうか、美咲だ、どっちにしてもダメなんだ。美咲ケア無理だな、やっぱワンツー、技のワンツー99が止まんね。そこを頑張っていきましょう。結局しまず抜けないとな、また全力の時までちょっと女サンタを見たら。なるほど、いよいよだな、いざ、リゾード、まあ、多分リゾード持ってないんだよ、まあ、よし来い。で、いけるかな、どうしようか。よし、パス、でパスして、25%多分先にもらっとくし、あ、これ意味ないわ。で、ドラパスして、一発で来た。うまっ。いけるかな。僕は任せてみるか。ワンツー、技なんだ。ああ、そういうこと。38まで上げてる。で、ここから、早い勝負、ピタッと来て、逃げれない、2人。2人か、どうしよう。435、どのくらい、これはどうしようかな。スタミナ取っとくか。葵で、葵で全力が、で、始末多分抜けないと思うんだよね。やっぱりここでゼロにしちゃうときついんで、ゼロにしちゃうときついんで、葵に出して、デバフ食らってないから、スタミナ残しといて、一気にシュートだ、いくぜ。しまった、くそ、でもまだ諦めはしない。延長で早く石垣を外すか。よし、来い。距離2回目、まだ全力つかないっしょ、大丈夫だよね。自分で 25% 稼いでワン、ただ上越し2回やってるから、ただ島で全然つきづらいはずなので、抜けない分かってる、抜けない、押し込む、押し込む、押し込む、取れる、これは取れないのか。石崎、石崎、石崎はここのオフ、オフ、オフ、オフなので、ワンツーで来る、ワンツーがない、翼がいないからワンツーがない。ドラパス、ドラパスで、岬かな。じゃあライン下げでやっていくか。僕は任せてみるか。入んないんだよね。頑張れ、頑張って1点決めよう。頑張って1点します。え、あ、そういうことか。アグレッシブダメだ、誰だ、ワンツーできる人、それ自動取るよ。来たの、ね、で来て、大きくなって、翼に素早くパスして、相手を、うーわ、そんななんだよ、弾く、弾き、
ダブル、あ、やばい、378枚なくなる、パスカットで弾くんだ、よし、で、逃げて、こっから、来た、こぼれ、そうだ、だからあっちサイドで全力、焦ってるでしょ、絶対焦ってる、あー、よし、ロベート前、よし、ナイス、で、ここで、あ、見なかった、ミサキに出したい、ミサキに出したい、うー、抜かれた、やばい、これ突破される、うーわ、マジで、ちょ待ってよ、あ、これラインがやばい、どこまで間に合った、あー、翼捨てるしかないわ、うーん、これはワンツー、これちょっと使って松井浜終わらな、この次中央エリアマスターで翼捨て、翼捨てちゃったよ、立花兄弟にかけるしかない、まだ時間はある、これ抜けて、抜けない、いや、マジか、え、どっからスタートするの、送ったでしょ、送ってないの、守るぞ、行くぞ、なるほど、やべ、電力消えるわ、行くぜ、ゴルフラか、これね、打ってほしいんだよね、ドリブル、ベイさんの性格的に打って2時か、2時か、売れたサッカープレイヤーだということを証明してやる、ゴールデンフライングドライブシュートだ、残った、止めれるかな、179-25693604-510、多分無理だ、2時、止めろ、よっしゃー延長あぶねー、いや今絶対負けると思った、あー石崎が意味なさそうだな、しょうがない、後半守備で頑張って、いやーもうやっぱ翼捨てちゃうといろいろできなくなっちゃうので、ちょっと変えるか、普通にしよう、思ったよりも機能しない、よし、1個マスだって、いきます、全力で、全力で、マラソンの成果を見せてやったよ、美咲が機能してなかった、これでワンツーの脅威からは解消されてるんで、裏抜きを気をつけながらって実はダブルシュート、ドリブルシュート、ドリブルで封印がしても意味ないんだよ、ただここヒューガーで来中でもやりたいでしょ、これが本場の南米式ドリブルだ、俺の動きについてくれるかい、ラインを交換して、俺は負けん、勝負だ、うわ、もう翼を捨てるかどうかだよね、翼捨ててどうなる、ダメか、まあ捨てるしかないか、捨てて、いや今パスした方がいいとか思ったんだけど、青いとで、これで前半でシーンを受けそんな、ああそんな、ひどい、座は見えなかった、ライン上げる、上げちゃダメ、痛い、ヒューガー負けてたまるか、よしこい、いくぞ、普通でいい、これなんかできんのかな、とたけしが死んでるから
え、じ、怖っ。固くいく。もでも時間あるからもう1点狙えるよ。楽しい。ずっと根性だけは。これタクシーの復活か。ピュッてたら多分時間になる。どう？いった。12分だから。あ、これいったんじゃん。あーでも寄ってきちゃうかな。僕は任せてみるか。ピョン、多分サイドピョン。これライン引いて、え、あ、顔面。パスクするくらいはダメだ。ダメだった。早かった石崎。行くぜ。早かった、ね、もうちょい、もうちょい外、気持ちいい。5ミリくらい下、画面下側に出していったらライン引き間に合った。いけーなっちゃいそうですね。あー、5振ってる、5振ってるけども、ここ串刺しにして全力つかないかな。まあ、どうしようかな。そんな技を、これマイボールじゃないと怖い。マイボールじゃないと危ない。うーわうーわ、しかもヒューガって、これ打てちゃうじゃん。行くぜ。俺を切らなきゃ。俺はストライカーじゃねえ。虎を超える。これが俺の来週主力だ。よし、止めて、どっち来る？石崎に貸せたくない。2に来ない。飛ぶな。俺の伝説はそう簡単に崩せやしないぜ。止め、止めた。おえ、行くぜ。ロベルト直直これ、あ、全力つかねえし、さりきちった。骨のあるところを見せてくれ。ダメだね。して本日抜けないよね。しょうがないね。分かっている。で、ここからまだ11分なんで、よし、いけるか。全然、あ、もう14分ダメだ。僕は任せてみるか。弱かな。これ飛んでもいった。これがショック。逆に危ね、こぼれてエリアとか行く。危ねー。はい、ありがとうございます。ありがとう。というわけで、まだ島津を力2本パーで抜く戦いは続きそうですね。はい、ベイさんありがとうございました。またそれでは、いつもご視聴ありがとうございます。